木曜日から乾杯。メニュー取ったらこれがいました。今日やる気なくない？え？今日やる気満々。あ、嘘。うん、おじいちゃん、馬刺しがいいって言ったら、バカお前、たっけえぞお前この野郎。私、浜崎達也はついに、セカンド、ソリッドです。どうぞご覧ください。ということで、本日は錦糸町ではしご酒をやっていきたいと思います。初めておりました、錦糸町。そう、コメントとか、この間のバスツアーかなんか、なんかいろんなところで錦糸町もいいですよっていう声があったんで、そう、錦糸町行ってみようということで。暑い。わかるの。スカルノ。デビスカルノでございます。はい、南口の方にね、飲み屋街がたくさんあるらしいから、ちょっと行っていきたいと思います。東京はね、ない。錦糸町。一周回って緑茶入って。緑茶。待て、刺し盛り600円とか言ってたよ、刺し盛り。ごぼうの唐揚げがある。ごぼうの唐揚げってどういうやつかな。緑茶ハイとクエン酸サワーとお茶。刺身二点盛り。二点って言うのか。三点じゃない。ダメだ、目悪い。これがクエン酸サワーか。一度ぐらい。あとごぼうの唐揚げ。もろきゅう。今日何曜日？木曜日。木曜日から乾杯。今日木曜日だろ。今日木曜日じゃない。今日木曜。え、明日行けば休み？連休だとやっぱ一日あれだし。あ、そっか。うん、すごいね。何が？おっさんだね。おっさんよ、もう。そっちがあれ、ワンちゃん。え、じゃあ飲んでみせる。飲んでみせる。あ、じゃあそっちか。飲んでごらん。一回飲んでごらん。混ざってない。久々感じた。すごいです。一回、違う、いいから、このまま行っていい。わかんない。うん、バグってる。マジで？すごいわ。プロの海だ。いただきます。ブリ。じゃあ、3連休はずっと大阪だったんだ。あ、金曜日の夜から月曜日まで。私は浜崎あゆみさんのライブ行ったんだけど、すっげえ調子悪くて。風邪ひいたんでしょ。そう。あ、達也自身もその時から悪くて。もう体調悪くて帰ったら 38.9。 でも私はやっぱりね、風邪っていうのはビタミン C で治るんですから。大丈夫。あんたのストーリーすごいパリピに見えるんだよ。思った。なんかすごい遊んでる女。あ、おいしい。おいしい、おいしい。うん、マグロもおいしい。美味しい。臭くな。食べればちょうど3切れになる。うん、普通食べれば。じゃ提供までが早い。ありがたい。美味しい。もちもち。なんでおばさってくんだ。いや、私も思ったそれ。じゃあいいよ、もういいよ、いいよ、もうないんだ。いいですか、すいません。ごめんなさい、いただきます。いや、しそう、美味しそうだな。まだ、だからそのために半分残してるのかなと思ったんですけど。あ、でも見て、ちょっと待って。でも見て、ここにちょっと刻みしとがある。刻みしともらうね。すごい、刻みしとも変わるんだ。ゆき子、しそじゃない。そうじゃないのこれ。それは、海藻。海藻。私に見えるかな。あ、すごい、モロキュー、モロじゃん。大好きなやつだ。いいね、ありがとうございます。いただきます。あ、サクって言ったね。うまっ。うまい。おいしい。あんま味噌って感じだ。うん、シンプル美味しい。モロキューって私モロ味噌があってモロキューかと思った。モロキュウリもあるな。わかんない。そうなんだ。私はモロミとキュウリで、大体こういうとモロ味噌だったりするよね。ゆきはあのモロにキュウリだったから。ギャル思想、ギャルマインドとか。ごめんね、ごめん。ここは体にもいいんですからね。ビーチとかね、町内観光とか、韓国とか行くと、ごぼう茶があるから、それを毎回飲まないと、私、それこそトイレ事情が厳しいじゃん。だからそれが嫌で、便秘になっちゃうんですよ。病気って、そうだよね、便秘になるんですよ。そうそう、横行くとね。美味しい。すごいキョロキョロしたね。いや、ここに全部生けてる、まあ
一回茹でてんだ。これうどんに入ってたら麺だよな。目が悪くて見える目が見えない。こういう時はこれで、うん、そうね、大事大事。撮ればいいんじゃない、もう写真それを。他もこうやって見るから。はい、ありがとうございます。メニュー取ったらこれがいました。画面いっぱい立つや。でもやっぱ眉毛がすごいね、綺麗な。でも今動かないから。動いてる。うん、動いてる。結構さ、鉄板見てるみたいな感じでしょ。なってる、なってる。松井とね。強すぎて、私も今回一人でいいです。トーブレツ、美味しそうじゃない。なんかね、大阪行った時に野山食堂っていうところがあって、そこに納豆オムレツがあったの。あ、それなんか、ね、なんとか食堂みたいによくあるやつ。そう、今日24時間だから夜行ったの遅かった、初日もう着いたの11時だから、ね、遅っ、結構遅かった。何もできないじゃん。あ、飲んだのか。そうそう、で、新田が合流してくれて、そこの新田が何も食べてないって言ってたから野山食堂行って納豆オムレツ食べたら美味しかった。飲みますか。うん、納豆って火通すと麺だよな。うまいよね、チャーハンとかパスタだって。ね、揚げてもうまいし、ね、豆腐にのけてもうめえし、ね、飲み物も一緒に頼んじゃうから、そのまま帰ってやれば。達也はなんか気になると思う。達也もゆきと一緒で全然見えない。多分かき揚げって書いてある。今日やる気なくない？今日やる気まんま。あ、嘘。うん、今日はこういう感じだ。まあちょっと理由はいろいろあって。また怪我をしたそうです、皆さん。さっきからチラチラと見えてたから。これはでもあの酔っ払った不意な怪我じゃなくて、自分がエンタメに走りすぎて怪我をする。どんなエンタメを普段してらっしゃるのかって思われてるとさ、こうなんか遊びでさ、なんか歌ったりとかしてる中でさ、こうショータイムみたいなの始まるんだよ。で、私が突き飛ばされてってなるっていうショーをやってたから、もうアートだらけなんか。最後もう水浴びパーティーで、もうびっくりびっちゃびちゃみたいな。本当にそういう飲み方も しなくなっちゃってさ。あ、酔うとやっぱりなんか笑かしたいっていう風になっちゃうんだな、知らんけど。やっぱ大阪っていう関西に違うのかな。うん、私の周りは脱ぐ人が多いね。パンツ下ろしてガッてケツの穴に見せてきたり。友達全部あったことじゃなくて。違うかな。友達っていう風に書いて本当は自分がやってた。私はなんか自分のものをこうやって間に入れてこうやって言って進行なくなっちゃったでしょ。それさ、私と一回、私の友達2人とたまたまどっかで会ったワールドかなとか、で飲んでる時にそれを達也がなんか私が勝手に入れたわけよ。 D がね、D が気に入ったか知らずにね、たまにやんのよ、今でもたまに進行なくなっちゃったとか言い始めるの。やめて、本当にと持ちネタが1個できたと思ったから、1個できたと思って受け継いでるわ。絶対ゲイバーやんない方がいいよ、ドン引かれるから。ウェープルサワーと、あと納豆麺とか、イカそうめん、あと桃焼きレバー。ここで皆様に報告がございます、うん、私、浜崎達也はついにツイッターを課金してしまいました。うわー、ツイッターブルーにしたんや。しました。あれつくと何が得な、得というかできること増えるの。文字数が増える。あと動画が 1080p で60分の尺まず載せれる。へえ。私なんでやったかっていうと、なんか SNS 頑張ろうかなと思って、うん、なんか自分の戒めのためにもお金かければなんか頑張るだろうなって、はいはい、使った分でね。そうやらないとみたいな。いや、なんかおすすめに乗りやすいんだって。それやってると、そうインプレッションみたいなのが良くなる。そう、良くなっていいねもつきやすくなるからっていう意味でやったんだけど、公式マーケットみたいなバッチがすっごい恥ずかしい。あれ恥ずかしいよね。昔はさ、限られた人しかつけないからあれだけどさ、最近さ、インスタの上にたまらんとやって、なんかバッチをつけませんかみたいな。あ、なんでと思ってパッてやったら、月にいくらかければなりますよ。お前もかよ。ツイッターもインスタも、インスタも始まったんですね。てかインスタのさ、なんか新しいこの文章とかツイッターみたいなやつ入れてるでしょ。あれ消すとき、ツイッター、インスタも消えるから気をつけて。クレッドもいらないやと思って消そうとするじゃん。そしたらインスタの本体も消える。え、うん、連動されてる。あれ、それを聞いて、あ、やっぱ登録しようかなと思ったので、それを言われて、あ、やめようかなと思って、途中までやってて、それを言われたから一回登録したら先言えよ。一回登録したらもうダメだ。ダメ、うん、連動されちゃう。だから一生それも残しとけばいい話だから、別にそんなにあれではないけど、消すときにアカウントも消えちゃうから、そう、気をつけよう。じゃあどうせならさ、そっちも頑張った方がいいよね。
でも最初のうちやった方がいいんだって。最初のうちにやってるとそこからインスタどんどんインスタのフォロワーがなんかこう増えたりしてくるから、あれ今そんなにやってる人がいないから自動的にオススメに乗りやすいわけ。全然いろんな人のところに自分のトークが乗るから、今いっぱいやった方が目につくからっていう。言い方ないあれかもしんないけどさ、どうでもいい人たちすっごい出てこない。それを他の人にも自分が出てるから、それで、まあ、お互いにどうでもいい人たちそれで、あ、なんかこの人気になるっていうのでフォローしてもらえるの。あと、短髪になりました。僕はずっと短髪なんだけどねイエーイ、2杯目でーす。スクレープルスタワー。これ、あと僕が食べたね。あと、じゃあツマ食べな。あ、ありがとう。ツマ大好きなんだよね。美味しいよね。いいね。あ、いいじゃん。めんつゆで食べるだけじゃん。もうこれぐらいっていい、うん、の方が絶対美味しいよね。あ、めんつゆだ。大体醤油で食べるよね。ね。あ、うまそう。うん、めんつゆの方がうまいから。うん。で、ちょっとな、生姜の食感効いてるから、ほんと美味しそうだよ。生姜の匂いがする、なんかこれ。ね、生姜入ってんじゃない。いったよ。あとね、多分ね、3倍、薄めてくださいのめんつゆを、多分濃いめに作られてるか、やってるから、ちゃんと味付く。いただきます。ちょっとつゆ自体、こう、濃いめだ。美味しい。美味しいのよ。そうめんって言ってるぐらいなんだからね。こうしないといけない。合う。これ食べて、ほんと美味しい。私今度からめんつゆにしちゃうわ、ね、居酒屋さん行っても、あ、めんつゆありますかって聞いちゃうかも。固定概念が二人に崩れた。うん。でも私ぶっちゃけ言っていい、九州醤油だった。九州醤油って食べて、あ、うまいよね。はい、どうぞ。そうそう、深そうめんの優しい。大胆にいただきます。これつけて、うん、いいでしょ、いいよね、いいよね。めちゃくちゃうまい、つゆ。うん、これマジね、夏感じれた。納豆なんか、いや、これ一回そのままいってみる。わ、なんか半熟じゃない。うん、ちょっと醤油かけた方が美味しい。イカそうめんどっちが美味しい。イカそうめん、あ、じゃあイカそうめんにしよう、私。あ、でも美味しいよ。ちょっとロッと醤油かけてみるか。でも納豆の風味あって美味しい。だから前は最高。美味しくない？醤油なくても、うん、醤油なくても全然美味しい。納豆のタレの味がする、うん、気がする。グレープフルーツサワーよりレモンサワー派だったんだけど、グレープフルーツサワーってうまいよね。うまい、うまい。でも私ね、なんか理由があって、レモンサワーとグレープフルーツサワーとか飲んでたの。レバテキとレモンサワーとグレープフルーツサワーがまあ合わない。あ、ハイボールだってなって、もうハイボール飲むようになった。うんうんうん、うん、あれそうなんだけどね、持ってきた。なんかね、ごま油とレモンが合わないのかな。かも、えぐみが出る。なんかこれ食べて、その レバだけ食べてレモンサワー飲むと口の中でなんか、うんってなる。納豆ってうまい。納豆うまい。やっぱさ、夏のね、さ、ネバネバでネバネバギューアップだよね。ねえ、これあなた納豆食べれない人だよね。あと、こういうのもダメ。納豆自体はいけるけど、納豆を加工されると食べれない。これもダメだね。変わってるね。納豆のネバリ系と卵のとろっとさが混ぜ合って口の中も食べる。どうやって食べる。これチーズとかでもかけたいですね。あ、いいね。お盆は実家帰ったりするの。お盆は迷っている。もし帰るってなったらさ、あそこ行くの、達也たちが行った場所行く、帰る動画で行ったとこ。あ、そう、うん、千葉の方の海沿いのビレ借りて。綺麗だからね、千葉の海ね。あ、でもそこはプールついてる一軒家みたいな感じでバーベキューとかして。何時頃行けばいいね。大丈夫大丈夫、日帰りだからね、もちろんね。ちょっと覗いてね、うん、5人じゃあ、ね、7ぐらいそこで6人なんだよね。あ、大丈夫大丈夫、泊まりはしないから。日帰りできついよ、結構遠いよ。千葉のもう本当にあっちの方だから。キャンプやろ、外で。うちらはね、オートキャンプで、ね、海、あの海沿いで、お風呂も入れて、トイレも行けて、プールも入れるし、ね、申し訳ない、なんかあったら廊下でもいいからね。まあ本当はもっと夜までウェーって騒げるところだけど、なんかそれ見るとなんか9時以降は騒がないでください。大丈夫、うちは結構静かにやるからね。このシーズンだから、ほら別荘持ってる人は帰ってきてるってことか。じゃあさ、なるべく早くさ、花火しちゃおう。花火は、あ、海できるのかな、うん、海は行けると思う。大きい通とか、なんかちゃんとその OK の海海水とかあるし、うん、どうするの。女子だけ送ってくれるの。格安でお酒飲むから。コストがいいからみんな、あの、行きに。じゃあ、行くか。あとプライスも、うちら、途中で、うん、いいですよね。
しょうがない。あ、ねえ、なんで醤油つけたの私。ここもバッてちゃうよ。醤油の味しちゃうじゃん。わさび入れるとまたこうおそばの感じで、めんつゆに。でも私さ、そうめんってわさび入れるっけ、入れなくない？そうめん、僕はたまに入れる。生姜のイメージだよ。味変で入れたりはする。うん。てかさ、めんつゆがうめんだよな。わかる。この世の中っていうのは。めんつゆって何に入れてもうまくなるからな。テレビ千鳥みたいなことする来たよ、串。あ、ありがとうございます。最近もうナスがさ安いでしょ、夏野菜だから。あ、ほんとすごい安いわよ。ズッキーニもじゃあ安くなってる。だから最近ナスの煮浸しプラス、あそこ中にも鶏もも入れてやっちゃってる。あ、でも美味しそうだった。あのフライパンに達也が作ってたの。あれあれどうやって作ったの。あれはナス入ってた。入ってた。あ、入ってる。なんかすごい彩りが綺麗だった。パプリカと、うーわ、あれはね、すごい美味しかった。作ったよ。鶏肉、パプリカ、ピーマン、キノコ入れて。だよね、ナス入ってなかったよね。ナス入ってた。え、入ってる、入ってる。ナス入ってる。なんでお前ナスじゃ言わんかったの。ナス言うの忘れた。あー、なるほど。に、お酢とオイスターソース。マジ、最近何でもお酢かけんの。マジでクソうまくなるから。お酢、おいしさソース、ちょっと本当に砂糖入れるべきだったんだけど、みりんでやっちゃって。ああ、みりんの方がね。本当はね、カシューナッツ入れてちょっと、あ、うん、食感が、うん、だったんだけど、なかった。マジでお酢すぎすぎた。とりあえずに5種類ある。何酢、黒酢、黒酢、普通のお酢、あとリンゴ酢。これもね、ちょっと甘み欲しい時とかね、使うと料理に使っても美味しいもん。バルサミコ酢だね、確かに。酢質なんだけど、純米酢と違う、なんかこう酢質に使うような酢がちょっとやると美味しくなる。この前ね、おじいちゃんから赤酢をもらったの。赤酢が持ってない。赤酢ってすごい高級なものなんだけど、うん、全部使っちゃった。ちょっとあげたのかな。あのほら、私ら大好きスシローさんが期間限定で赤酢を使ったシャリを出してた。 Yes! 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 その時だけは本当に行っちゃった。私も行った。赤酢ってすごいよね、うん、おじいちゃん本当にいつも送ってくれるんだね。電話くれるの。うん、電話しなきゃいけないの、こっちが。届いたよってね、ありがとうねって。じゃあリクエストせず、おじいちゃんが今回赤酢やったとこ選んでチョイスしてくれるんや。うん、おじいちゃんセンス高いね。バサシ全然送ってくれない。おじいちゃん、バサシがいいって言ったら、バカお前、高いからね、たっけえぞお前この野郎って。赤酢はいいんや。赤酢も高いけどな。赤酢もいい、赤酢もいい。達也だけなんかひいきはされないから、孫たちみんなに送ってんだろうね。お姉ちゃんのとことか、うん、弟は最近、いや私のストーリー見た。あ、なんか俺これなんてなんか超可愛くない。出てきたやつ見た。おいしい、もももジューシーで。ほんと、うん、ほら、見て、可愛い。怖いでしょ、うん、これやりたい年頃やもんね。ちっちゃ可愛い。可愛い、はい、ということで1軒目終了。やばい、めっちゃ安かったね。まあ金額とかはちょっと外で出て後でご説明します。ごちそうさまでした。それでは次の店行きましょう。4400円でした。料理も5品ぐらい頼んだよね。2人とも2杯ずつ飲んで、で最初からも1杯飲んで、まあ2杯飲んだ、うん、お茶をね。で4400円。飲むんだってお酒飲んでもらってもいい。本当よ、これ何の企画か分かってる。はしご酒あえた300円でしょ。はしご茶屋じゃねえのよ。お茶が300円だとしたらお茶派が400円だとするでしょ。お茶飲んでもらってもいい。どういうこと。あたしじゃあお酒飲んでもらって。私エスケ交際させられるやつが今の。こういう感じで酔いも回ってきたところで2軒目に行ってまいりたいと思います。はい、その前に一服します。はい、で、午後1時から買おうって言ったら40分待ち。えぇ、ー、アトラクションじゃん。スピーセットも300円だし。スピーセットコピーあんたテキーナ飲んだ時そんな顔じゃないじゃん。バレてる。さすがです。大丈夫。もうニンニク食べても分からんだ言えよ。同じ量飲んでる。いやいや違うよ、お前2杯で勝手にやるよ、この人。1300円。お邪魔しますの精神で歓迎。